で ご質問をいただくということにしたいと思います。ということを、まあ、検討を開始したいということ。It was seen not only by IOC members, but also by many stakeholders. ですから、もう中身と経緯も申し上げる必要ないですよね。もう皆さんお気になってますから。で、早速。それから宿泊、輸送における、コロナ対策などでございます。I would like to highlight three or four points of importance. 先ほど IOC 総会で東京の準備状況の報告を行いました。IOC の総会がリモートで開催されたのは史上初めてのことだそうであります。IOC の委員の皆様だけではなくて、IFNOC 関係者をはじめ、また多くのステークホルダーの方とに、この状況をご覧いただいたと思いますし、まあ、まず皆様ともお待ちの間、ご覧になっていたんだろうと思います。大事な点をですね、ちょっと改めてここで強調しておきたいと思います。まず第一は、競技日程と競技会場および選手村、IBC、IBC、NBC が2020年と同じようにですね、来年もセットされたということで、これから細かい細部のことはまだ若干残っているわけでございますけれども、21年に向けて、大会の準備を進めていくことができるということをまあご報告いたしました。第2点目はシンプリフィケーション、簡素化の議論でございます。これは競技と選手についてはこれは基本を維持するということなんですけれども、例えば大会関係者の皆様については参加者数の削減が可能かどうかを含めてですね、あらゆる分野においてサービスレベルの見直しの要請をさせていただいております。で、第3点目はですね、延期に伴う追加コストについての見込みがどうなっているかということを現在やっておるわけでございますけれども、この簡素化を踏まえてですね、秋以降に全体像を追加コストの全体像をお示ししたいというふうに考えているということを報告いたしました。で、第4点目はですね、我々が現在抱えております最大の課題は、コロナ対策であるという認識のもとにですね、コロナ対策を議論するための、国、東京都、組織委員会、3者を中心とする会議体をですね、検討する場所を設けるということになったということが第4点目でございます。